はい、どうも、レングシューターと申します。今回も三国志波動実況をやってまいります。さて、今日からですね、公金イベントがまたやってまいりました。そして新しい戦術など、これはちょっと見てみようかと思います。今日もよろしくお願いいたします。まずはですね、公金要塞のお知らせから見てまいりましょう。ちょっとですね、新しい項目ございまして、新たな要塞の追加、長領要塞長、長領、長宝、長角の長が出ますね。ややこしいな。今まで強が一番強かったんですけど、長が出ることになりました。イベントの個人ポイントを強要塞より多く獲得することができます。そりゃそうでしょうね。で、要塞のバランス調整入ってますね。強や長は敵部隊に対して能力変化を行うようになります。要はですね、これデバフを行うようになるということでしょうか。まあ、コウソンさんみたいにこの一気に時間をかけて、一気にでもないけど時間をかけて上り詰めるのを、まあ、一旦止めたりなんですかね。まだ僕強とか長まで見たことないんで、ほんとこれ始まったばっかしですから、これ1時間ぐらいです、始まって。今夜中の1時です。はい、それはいいとして、公金大パック、今回ちょっとねお求めやすかったです。僕490円980円買いましたね。みんなも買った方がいいですよって言うとね、なんかね、ほらあいつまた公営の回し物だよ。いや違いますって、回し物にしてくださいってこっちが頼んでるんですよ。聞いてくんないけど一番立ちが悪いな。さて、そして編成ですね。高村さん首相、私はねもうね神速4つけちゃってます。神速4、さらに早くしようと思って、まあこれでたまたま副将も関羽、馬長もいて連鎖率もいいですからね、ちょうどいいんじゃないですか。あともう攻撃は勝手に上がっていきますからね。その長とかね、強がどうなるかわかんないですけど、まあそれダメだったらちょっと考えなきゃいけないですからね。神速積んでとりあえず1部隊送って取りっぱぐれないようになんてね、そんなこと思ってませんよ。早く行けば早くバフがたまる、そういうことでございます。さて、今出たって言いましたね。伺いましょう。一番上にしとくと出陣って押すだけでいいんで、これ絶対ねこの編成変えた方がいいですよ。あの順番は一番上高村さん、これがいいですね。さあ全員高村さんですね。もう面白いです。お、花さんもいますね。こんな日が来るとはね思いませんでしたよ。花さんと一緒にね公金狩るんだもん。人生何があるか分かりませんね。いやそんなに大げさでもないけど、うわすごい、もう完璧っすね。北辺で期待し武勇を見せん。はい、出ました馬長。あ、でも僕だけこれ遠くない？バフない位置来ちゃったかな、これ。はい、僕だけですねバフをもらえないという感じですね。まあそんな感じですよ。僕ねいつもこうやってあの隅っこいるタイプですからね、軍団とかでは全然発言しないタイプですからね僕は。お、カウンだ、カウン、バチコイ。2900しか出ないもんな、やっぱりバフがないから。これ極意2つ持ってこれだもんな。はい、今回の戦術はなんかちょっとね様子が違うんですよね。ちょっとねみんなしょぼいしょぼい言い始めちゃってるんですけど、これどうなんでしょう、よくわからないんですけど、戦術ポイントが大当たりで入るんですよ。これがいいのか悪いのかっていうね。戦術ポイント500っていうのは武将も500ですよね、違いましたっけ。まあ後でちょっと確認しましょう。でポイントで交換できるのがこの6名、ほぼ変わってないですね。高村さん首相家臣と、これがジョコウ、ジョコウ、これがジョンユウ、ウキン、なんかタップしても光らないな。うん、こちらですね。あ、そっか、武将ごとに違うんだ。25ポイントで100もいるから、500ポイントでも首相だったら1000と同等ですね。家臣だったら2000と同じなんだ。なるほど、なるほど。
それならね、いいですねっていう感じでもなんかない気がしますけどね。じゃあ割を見ましょう。割を、提供割合、ざっくり見てですね、割とこの経験書、交流ポイント、戦術ポイント、軍令もありますね。あと動線、結構平均的かな。 15% ずつとかそんな感じで、戦術ポイントは 3.5 の 7.5、 11% だけだ。 11% か。しかも500ってのが 0.5% だもん。 0.5% って何回に1回？ 20回に1回。あ、20回に1回か。そう言われれば当たらなくもないけど、確率アップの時にどうなるか。確率、お、確率アップじゃこんなのなんだ。いやーでも待て待て、これほぼ交流ポイントじゃないか。これ 40% 交流ポイント、 24% 経験者得。うん、つうかあれだな、っていうか 8割型経験者と交流ポイントなんだ。で戦術ポイントは 22% ぐらいかな。まあそれでもこっちの方がいいのかな。確率アップの方が価値は高い。で武将が出ないもんだから、なんか見た目が地味なんですよね。回したいかどうかっつったら回したくないもんな。うん、僕もねこれ実況のしようがない、こういうのね。やっぱさ、あの重宝の壁を越えてとかさ言いたいもんね。この動線25万を超えてって、なんか意味が分かんないそんなので。なんかさ、上り詰めて当たったのが500ポイントって言われてもさ、なんかピンとこないんだよ。武将よりはなんかね地味なんですよね。うん、貯めときましょうかね、これはね、今回はね。ほら僕あの戦術ガチャしなきゃいけないから、あのワーワー言って。そんな感じですね、今日のアップデート来ておりますという余計なお世話のお知らせでございました。あとサーバーですね、移動のなんか分かりづらくて結構ね違うサバ行っちゃった方なんかもいらっしゃるようなので、これねなんか2回ぐらいやってもう1回あるみたいなね話を聞きましたけど、これですね、サーバー再移行対応第2回、必ずあれですよね、問い合わせをしないと移行する画面がなんか出てこないみたいな話でしたよね。詳しくわかんないんですけど、まあもしよろしければですね、あ間違っちゃったって方ですね、新4サバ来ていただけるとですね、やっぱりみんなで賑やかにやれて楽しいななんてね。厚かましいですね、今日は随分ね、すみません。はい、本日のですねガチャのコーナーでございます。とりあえず超級は5枚あります。そして添付850以上の確定がございます。あとはどうしましょうかね。特別承認でですね、私大休憩買えなかったんですね。あと1枚足りなかった。もうこれ買えちゃおうかなと思うんですよね。大休憩の方があれですもんね。私ね聴覚とかもまだなんですよ。今星5ぐらいかな。トータクもそうだし、あ軍団メールが来た、後で拝見いたしますって。今の私が団長の軍団じゃないか。軍団メール団長が後で読ませていただくというですね、これがですね丸投げというものですよ。余計なことをね言わんでよろしいと。まあ炎症とかもそうですね。ここら辺はですね、なんと大休憩の方がですね提供割合がいいんですね。実は前にね申し上げたことがございますけど、900.125 ですね。で超休憩の900が0.105とかなんですね。ただこの売り出し中のやつは高いんですよ。トータクとか観察、いやトータク高いのいいな。やっぱ超級券の方がいいんだな。優れた賞を募りましょう。さてごちゃごちゃ言いましたが、大級券から引いてまいりましょう。3回だから、トータクトータクトータクのトータク3カードだ。怖いな、ドキドキするな、怖いな。ドラゴンからの雷親父がこらー、誰だ、うちの庭にボールとバットとグローブ全部投げ込んだな、そんなクソガキいる。お、出ちゃってるじゃん、出ちゃってる。過去やんな。これからはね、私ね、炎者の時代が来るって言ったじゃないですか。もう
あれは2ヶ月ぐらい前かな、そんなに前じゃないな、また盛り出したな。まだシンクロ封じの前の時に僕ね、そう言いま、おお、ちょちょ、これ確定1個もない。この交換書、炎射祭りだ。物に遅れは取らんぞ。遠くに撃つと書いて炎射祭りだ。まさか来いよ、ここでここで炎射サンバルカンだろうが、誰がサンバルカン知ってるんだ本当に。あのね、ラグビーみたいにね、ボール回してね、最後敵が持ってボカンみたいなね面白かったな爆弾持ったら破裂するに決まってんだろ、ボカン。ほら、要塞が読んでるとか、早くね、引き終えましょうよ。良き出会いを求める気持ち、私も同じです。俺と出会いたいのかい、バカ野郎、すでに出会ってる。さて、女がとろけそうなこんな殺し文句、言ったことがございません。そして言っても無視されるでしょう。ご連続4回目が確定、行ってまいりましょう。赤いリカ、カンチと、うん、その後のセリフは私は言いません。何せ上品だから、上の品と書いて上品。品川駅、次は品川総比やないかい。来た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 、2回目でまず来ちゃう。あともう1回来るの確定いで、おだめ大義がため立ちまする。これ UR でるとこうなっちゃうからね、こうなっちゃうから、もう外してくれた方がもういいかもしんない。もちろんね、使いようあると思うんですけど、使い分けがめんどくさかったりするんですよね。はい、学問こそ身を助ける。燃え上がれ干拓はいいんだもん。さあ来ました、確定、これが850以上。何が出るかな、何が出る。おお、来たかな、当中英に従え。来ちゃった来ちゃった、まさかまさかまさか。やっぱりね、振れば振るほど来るんですね。やっぱり今度からガチャ引く前に振って振って振りまくることにしました。次もですね、東卓炎症聴覚リクソン、そんな感じで弾けると思います。今回はここまで、ありがとうございます。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、大変励みになります。よろしくどうぞお願いいたします。